ボルジュバジモータール県はアルジェリアの県の一つ。県とはボルジュバジモータール。国土の南部に位置し、マリ共和国の国境と接する。また、本所四五線と北海域線の交点が県内にある。全域が種ズりフトと,と呼ばれる、極度の乾燥と高温の不毛地帯にあり、サハラ砂漠の中でも特に人が住みにくい地域とされる。 そのため広大な面積に反して人口は極端に少ない。面積は約13.4万平方キロメートル。人口は約2万人。2015年5月27日、アドラール県南部に設置されたボルジュバジモータール順、県を前身とする。2019年12月5日、単独の県に昇格した。一軍と二自治体を管轄する。ABC、アルジェリア。 アドミニストレーティブディビジョン。シティ・ポピュレーション。で、2020年8月30日閲覧。2015ジャーナルオフィシエルデル a a レピュブリーク・アルジェリエン N29。2020年8月30日閲覧。コンセイユ・デラネーションアダプションジュ・プロジェット・デローイ・レラティブ・ア・エルオーガニゼーション・テリトリアル・ジュ・ペイズ。アルジェリー・プレッセ・サービス。2020年8月30日閲覧。 ありがとうございます。